カノコギタケシロウ11月9日から1941年4月3日は、岡山県出身の洋画家、肖像画を得意とした、元関西美術院長、レジオンドヌール君賞受賞。岡山県岡山市東田町に、旧岡山半藩市の宇治町、守の三男として生まれる。号は不当。はじめ郷里で、松原三五郎の天阿や学者で油絵を学ぶ。 1890年、東京に留学したが、活気にかかり帰郷する。岡山中学予備校図画教員となるが、1892年、再度上京し、小山翔太郎が主催する、画塾不動者に入る。1895年、中等教員図画面許状を受け、滋賀県、三重県、埼玉県で、美術教師として勤務する。なお、三重県でのカノコギの公認は、 赤松林作だった。1897年、岡山出身の瀬尾春子と結婚。1900年、東、11月中ボストン期。同行した、三谷国志郎、丸山万華、河合晋三と、先発の吉田博士、中川八郎で、日本人水彩画家六人展を、ボストンアートクラブで開催し、成功を収める。1901年4月に、アメリカ発 ロンドン経由で6月にパリに到着。パリのアカデミー・ジュリアンでフランス最後の歴史画家と称された老居賞、ジャンポール・ローランスの勲等を受ける。1904年、帰国。同年、明治美術界の更新である太平洋美術界第3回展に出品。京都で画塾を開く傍ら、パリで地遇を得た浅井忠志らと共に関西美術院の創立に尽くす。 1905年、美術雑誌、平明を、石井白帝、小杉法案らと創刊する。1906年、刊行の鈴木田だ給の詩集、白羊宮に、三谷国四郎と共に挿絵を入れる。1906年から1908年、再び投資、ローランスに支持する。退伏中、サロンドパリで、少女が入選、アカデミー・ジュリアに当票を受ける。帰国後、 1908年6月に関西美術委員長となる。文典、定点審査員など観点を中心に活躍。関西洋画団に重きをなした。1915年6月、関西美術委員長を辞する。1916年から1918年、三度目の統仏。ローランスに支持するとともに、エミールルネ・メナールにも支持する。三度の統仏では、 住友友糸から滞在費の支援を受けた。住友が欧州絵画の名作の購入を求めた際、カノコギは死のローランスの作品は別にして、日本の更新画家のためにはカノコギ自身が行った模写で十分だと申し出たと伝えられている。三度目のトフ仏は第一次世界大戦中だったが、周囲の緊迫した空気とは対照的に、 カノコギは日本大使館内に広々としたい資を与えられ、制作に励むことができた。津田政府、吉田初三郎、斉藤より、黒田茂太郎、安井宗太郎、小林和作、前川千穂、中村健一、佐竹徳、北脇登、藤本東一両ら多くの行進を指導した。ヨーロッパのアカデミック美術を紹介し続けた功績により、1932年、 フランスより、レジオンドヌール勲章を受けた。1941年4月3日、脳一血のため京都砂教区の自宅で静養中、尿毒症を併発し営民。ありがとうございます。